皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回はこちらベベン MXR のダイナコンプというコンプレッションエフェクターを皆様にご紹介させていただこうかなと思いますが、どっちかというとエフェクターの紹介というよりもね、初心者の方にとって結構コンプレッサーって謎じゃないですか。コンプって何みたいな、コンプレッションっていつ使うのみたいな、これ必要なのみたいな感じで、コンプって何やねんみたいな感じの方、結構多いと思うんですけども、今回はですね、そんな方に向けて、ダイナコンプの特徴とかも紹介させていただきながら、コンプってね、こんな感じで使うんだよ、こういう時に便利なんだよ、こういう時にはいい感じなんだよ、みたいなね、そんなこの音の聞き比べとかをですね、しながら、やっていこうと思いますので、ぜひとも最後までお付き合いいただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。思想環境としてはいつものバッカスから、カナレのケーブルでダイナコンプに行きまして、で、またカナレのケーブルでブラックスター、スタジオ 10-6L6 の方に行っております。で、今、エフェクターオフの状態で、今アンプはクリーントーンのセッティングです。こんな感じの音でございます。ではでは、お手元の方もですね、いろいろこのセッティングをお見せしながらやっていこうと思いますので、ぜひとも楽しんでいただけたら幸いです。で、とりあえず、そうだな。使い方としてはですね、このダイナコンプめちゃくちゃシンプルで、このアウトプットは平たく言うと音量です。で、このセンシティビティっていうのは、言ってみればその感度ですね。どのぐらいのこのね、感度でそのコンプレッションをかけていくかっていう、そんな感じなんですけども。使い方としては、このセンシティビティ、感度をこのぐらいって決めたら、このオンとオフを繰り返して、音量をですね、ちょうどいいぐらいのところに調整していくというような感じでございます。ちょっとやってみましょう。軽く今回はじゃあ、まず、軽く、このセンシティビティを低めに設定して、軽いコンプレッションでいきましょう。鳴らしてみます。で、このアウトプットをちょっとずつ上げて、オフにしてみて。このオフの時とオンの時と同じぐらいの音量になるように今ちょっと揃えてみました。この状態でオフでまず弾いてみましょうか。こんな音。なんとなく違い分かりますでしょうか。このね、音のね、立ち上がり、このピッキングした瞬間の音がこの弾ける瞬間をですね、ちょっとこの注目して聞いていただきたいんですけども、この。なんか音がこのね、はっきりしたというか、このね、輪郭がなんかこのはっきりする感じはしませんか。これだとちょっとね、音がぼやっとしてるんですよ。これ入れると特にこのブラッシングの音それバキッてしますよね。これがなんとなくこの、ね、音の輪郭がこのバキッとしてこのはっきりしたのがなんかわかるかと思います。この音の立ち上がりがやっぱこの一番この特徴的なところでして、やっぱりこのカッティングとかのフレーズはやっぱ相性いいのかなって感じがしますね。オフにした状態でカッティングなんかしてみましょう。これも悪くないけども。このオンにした時にこのね、なんかカッティングのこのフレーズ全体がですね、なんかこのバキバキってなんかこの勢いよくなったっていうのかな、スピードが速くなったっていうのかな、なんかこのね、とにかくそのはっきりした感じがわかるかと思います。こんな感じでセンシティビティこの低めに設定して、音量を揃えて、でこの状態でもうね、かけっぱなしで使うっていうね、使い方もね、一つの使い方です。
ギターからまずコンプに行って、こんな感じで薄くコンプレッションかけて、でもこれね、オフにすることなくてもずっとオンにしっぱなし。で、この後ろに、まあ、歪みエフェクターだったりとか、空間系エフェクターを持っていったりとかして、音作りをしていくと。元のこのギターの音をね、このコンプレッションでこのブッと、輪郭をはっきりこの持ち上げて強くしておいて、その後に加工するっていう使い方も、大きな、よくある使い方の一つでございます。コンプレッションかけっぱなしってやつですね。で、ここからじゃあ試しにちょっとこの感度を少しずつ上げてみましょうか。こうなってくると結構わざとらしい感じがしますよね。結構そのパコパコってした感じの、音の立ち上がりが、分かってくるかと思います。オフの状態で弾いてみると、結構その音の加工されてる感じがさ、結構如実じゃないですか。で、この感じをね、そのまあコンプ臭いというかコンプレッション感感じるって言い方はするんですけども、まあ、結構好みが分かれるとこですよね。別にいい悪いではなく、この音が好きか嫌いかみたいな、もうちょっと強くしましょうか。そうするともっともっとこのコンプレッションが強くなります。もう最大に、おお、バキバキ、こんな感じになると、そのコンプレッションが結構強くて音が奥に引っ込んじゃうような感じがありますよね。出だしのこのアタックっていうんですけども、この出だしの音の立ち上がりはいい、鋭くていいんですけども、その後にこうね、すぐにこうグッと圧縮されてしまうんで、音がなんか奥に引っ込んじゃうというか、ちょっとわざとらしい音がするような気がします。ちょっと弾いてみましょう。まあ、これはこれで面白い。すごい、早くピッキングするとすげえ音だな。どうしよう。わざとらしい音ですね。まあ、こんな感じのね、感度を上げるとこんな感じの音になりますというところです。で、今これクリーントーンでカッティングとかで試してるんですけども、まあ他の使い方としてはですね、このロングトーンをなんか使うときにアルペジオ時とかになんかこのかけたりとかするんですよ。例えばそのロングトーンのアルペジオ、できますよね。弾いた後にしばらくするとやっぱ音量がどんどんちっちゃくなる。この余韻をサスティーンって言うんですけど、このサスティーンを伸ばすためにコンプレッションをかけることもあります。そうすると音が圧縮されているので、
同じ音量感でサスティンを演奏することができると、まあ、こんな感じの使い方もあります、まあ、クリーントーンだけでもね結構いろんな違いが分かっていただけたかと思うんですけども、どうでしょうか。面白いですよね。ああなるほどなみたいな感じになるかと思います。でもちろん歪んだ時にもそのコンプっていうのはいろいろこの使い方がありまして、ちょっと試しにクランチにしてみましょうか。アンプの方のドライブチャンネルをオンにして、うん、こんな感じの音にしてみましょう。オンにしてみます。うっすらコンプでオン、さっきみたいな感じ、こんな感じかな。この一つ一つのとかなんかパワーアップした感じがしますよね。まあこんな感じ。この場合もなんかこのかけっぱなしで使っててもなんかそう面白いんじゃないかななんて感じはしますね。じゃあもうちょっとこのセンシティビティを上げてみましょう。うん、こんな感じでこのセンシティビティ感度を上げてもね、まあ後ろの方でこの歪みエフェクトをかましてるわけなんで、まあ先ほどこのわざとらしい感じは消えたかななんて感じはするんですけど、どうでしょうか。ガッと上げてみましょうか。あ、さすがにこのぐらい上げちゃうとなんかパコパコしますね。立ち上がりこのバキッていくからなんかそのピッキングしやすいというかなんか弾きやすい感じがちょっとありますね。なんか音がすごいこのはっきり聞こえる感じが、しませんか。でちょっとこのぐらいになってくるとそのわざとらしい感じがするので、まあ、人に好みにやってくるんですけども、でまたこのコンプの面白いところとしてあえて音量をガッと上げてブースターっぽく使うこともできるわけなんですよね。ちょっとこのアウトプットとかこのセンシティビティとかもちょっとこの上げ目にして、あえてこの音量が上がるように設定すると。こんな感じ。こっち側でその音を持ち上げてアンプに送ることで、アンプの方でこのね、あの音量がこのガーッと上がってるから、その歪みが強くなるわけじゃないですか。こんな感じでこのブースターっぽく使うこともできるわけです。ちょっとオフの状態で弾いてみるとすると、こんな感じですね。
まあ、こんな感じでこのね、あのブースターっぽく使うこともできるわけです。ちょっとこの音がファッとになって、この歪みが強くなって、結構ソロとかにいい感じじゃないですか。他にももうちょっとこのね、あのアウトプットを弱めにしておいて、まあこのサビ前サビに入るとまたこの持ち上げるみたいな感じで、普通にこの A メロとか B メロの時はね、あのおとなしいサウンドにしておいて、このブースターっぽくの踏むことで、まあ、ちょっとこの迫力がある音にしたりとか、もしくはもっとこうね、あのずっと強くしてこのソロとかに使うとか、こんな感じでこのブースターとして使うこともできるわけでございます。もっと強く歪ませてみましょうか。こっちのアンプの方のゲインをマックスにします。そうすると。いいですね、いいですね。こんな感じの音です。まずこのうっすらコンプからいってみましょう。オフの状態で。オン。どうでしょうか。まあさすがにクリントンの時ほどそんなに如実に違いは分かんないと思うんですけどね、結構歪んじゃってるから、もうちょっとこの感度上げてみましょうか。そうするとこのね、音がね、なんかこうね、蜜が濃くなる感じが、分かるかと思います。いい感じでございます。いい感じでございます。こんな感じでこうね、感度をこうガーッと上げることで、このブースターっぽく使ってもすごく面白い感じですよね。ちょっとあえてガッといってみましょうか。そうするとちょっとこのね、出力が強すぎてハウリング。してしまうんだけど。まあ、こんな感じでこのブリブリに突っ込むこともできる感じでございます。どうでしょうか。ちょっと長いなまあいろんな音を聞いてみましたけども、いかがだったでしょうか。なるほどね、なんていうふうに思っていただけたかと思います。かけっぱなしで使うっていう人もいるし、まあ一時的にね、このコンプレッションをこの加えることで使うっていう人もいるし、さっきやったみたいにそのね、サスティンを伸ばしたい時だけ使うっていう人もいれば、ブースターとして使うこともあるという、なんかそんな感じですね。結構いろんな使い方ができるんですよ。で、ブースターとして使う場合なんですけども、まあその歪みアンプの前に、例えばそのチューブスクリーマーとか OD-1 とか、まあそういったこのね、なんていうんですかね、
まあ、いわゆるその歪み系エフェクターをその、ね、ブースターとして使う人もたくさんいるわけなんですけども、別にいい悪いではなく、まあ、特徴としてやっぱりそういうこの歪み系エフェクターってオンにした時点でその歪みエフェクターのキャラクターが結構ガッて加わるんで、音色がねその変わっちゃうパターンが結構あるんですよ。でそれがねもちろんいい意味でいい音でガーって演奏できる時もあるんだけども、元の音に対して、ね、全然キャラクターが変わりすぎやかなあーみたいな時も結構あったりとかして、そういう時はですねこの歪みのエフェクターよりもこういうコンプレッションの方が元の音をこうね歪みとかでガーッと加工するんじゃなくて、元の音をちょっとこの密度を濃くしたりとか、音をなんかこう立ち上げが速くなったり輪郭をはっきりさせたりと か音量を上げたりとかして、そのままの音をですねちょっとなんかできる限りそのなんかわかりますかね、加工するんじゃなくてちょっと良くして送るみたいな感じの使い方ができるので結構ね使いやすかったりとか、するんです。まあ、今回ダイナコンプで実演してみましたけどね、結構コンプレッション、コンプって面白いなって思っていただけたかと思います。いかがだったでしょうか。でまあ今ね楽器屋さんとかに行けばねコンプはいっぱいいろんな種類があります。このダイナコンプもそうですし、ボスから出てるコンプレッションサスティーナとかもあれはめちゃくちゃいいエフェクトです。で個人的にプロビデンスから出てるベルベットコンプとかもすごく好きですし、まあマーカスミラーが使うことですね、もうすごい一時期めちゃくちゃ流行ったEBS のマルチコンプとか、まあいろんなものがあるんですけども、あとビビーのフェレでしたっけ、フェレコンプとかもあれはめちゃくちゃいいんですよね。まあ世の中にたくさんいろんなこういいコンプがあるんですが、ギター用のコンプレッサーとして初めて世界に登場したのがこの MXR のダイナコンプということで、まあそのダイナコンプがまず頂点にあって、まあ代表機種として頂点にあって、そこからこの派生して、ね、まあいろんなパターンがあるというような感じになっております。それぞれいい悪いではなくてですね、もう全ていいコンプですし、まあ皆さんがどういう音が欲しいかでそのね何を選ぶべきか変わってくるんだけども、まあ見てわかる通りですね、このダイナコンプめちゃくちゃシンプルです。つまみ2つしかなくて使い方とかもねすごいシンプル で味付けの感覚とかもですね割とこうナチュラルな感じで、まあ使いやすいんですよとにかく。なので、もし皆様が初めてのコンプ買うってなった時にですね、まあ、結構ダイナコンプ割とおすすめな感じでございますので、まあ、いろんなところでね、コンプ試してみて、まあ、迷ったらね、はあ、武田さんダイナコンプ勧めてたな、みたいな感じで、ダイナコンプのことも、思い出していただけたら嬉しく思います。では、そんな感じで終わりにさせていただきましょうか。今日も結構長くなりましたが、投げ最後までご視聴ありがとうございました。また違うところでお会いいたしましょう。何かご感想とかご質問とかありましたら、お気軽にコメントの方を残していただけたら幸いでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。いやー、実はこの撮影をする前にギターをこうペーって鳴らしてたらですね、一弦切れたんですよ。で一弦切れで、あーべ切れちゃったと思ってこの弦を張り替えようと思ったわけなんですけども、このギターって一弦が10から始まるゲージを使ってたんですよ。けど今弦の在庫見てみたらその0942しかなくて、0942かーと思って大丈夫かなと思ってドキドキしながら貼ったんですけど、ダメですね全然ダメ一応この後ろのこのスプリングとかも調整してみたんですけど、ダメですね。根本的にもう10じゃないとこのギターは全然ダメすげえテンションないでございます。まあ皆様はですね、こういう風にならないように、こういう失敗を犯さないようにですね、ちゃんと弦のストックを、蓄えておきましょう。10なんないんだろうな、0942はめちゃくちゃいっぱいんだけどな、悲しい。そんな感じでございます。それではじゃあね悲しい。